ドアとかね。あこれで撮ってて、オーブが出た、オーブが出たってやるんだ。ビューって、丸いの。全部、こういうとこ。日本も、まあ、世界中そうだけど、自分で自分の気にしめてるんだよね。それで、井川さんに、大和国家を作るとか。国ですね、もう。国そう新日本国家、大和、あの、もう、それ、それだって。そうしましょう、そうするしかない。リブレ解決に来るとか、カズがいない方からついたの。ホームラン。いや、よかった。ギリ2人で大逆転があった。新橋あんま来ないですよね、井川さん。いや、まず来ないですよね。新橋で飲むのは初めて、言われて初めて。あ、本当ですか。あ、この間下見受けた。あ、下見受けた。ここですか。ひろちゃん、ここ下見の時、うまかったね。そうですね、ここ美味しいです。こんにちは。この飲み物からお伺いいたしますか。乾杯。伊藤美咲が結婚したのって名古屋のパチンコ館っていうのは、ね、山本会長の息子さんじゃなくて別でした、ね、間違えるほどなんじゃない。伊藤美咲さんの経営ですよね。彼女の所属してた事務所、今はあれあって、超一流のモデル事務所のになったんだけど、インセント、イリウム、イデアっていう3つの会社で、インセントグループ、そこの社長が私と同い年の元レースクイーンで、20代から僕友達なんですよ。会社作る時も、出資してくれって、出資は嫌だから貸してやろうわって言って、当時はまあ、出資したくよかったんですけどね。確かに。で、無理し無期限、無催促でいいからって言って、というのは当時まだ真面目だったから、今も真面目です。上場企業の上部が芸能系に出資してるとかって、なんか言われるのかな、まだ若かったな、当時は。30前後ぐらいだったから、出資で名前が出ちゃうじゃん、名前指名で。消耗もいらないから、今のテンツで知らせての金額ですよ。3年目に返せるからっていうのがありがとうって、利息がついてるんですよ、テンテンパぐらいの。利息いらないって言っただろうって言ったら、お互いには感謝してるけれども、借りは作りたくないから、大層に進むのが多いです。しかもそれでおかげで成功したからって言って感謝してる夫婦でね、仲良かったんだけども、元嫁とね、よく一緒にうちの彼女の家とか4人で車を運転して遊びに行ったりして、その時もお礼のお食事って言われた。その時もまた何だか当時もなんかそんなに高い時計じゃないけども、じゃあ80万ドルでするような時計、これはお礼っつって持ってきたりとか。芸能人一緒に連れてきたんですね。はい、1歳2歳、はい、以上で。あれものすごい立地なんですよ。ずっとこう店名にあったじゃないですか。はいはいはい。それこそこう周りからも若干借金したらしいですよ。家製のバンと売れてるじゃないですか。自分がたまたまあった時に、よかったねって言ったら、まだ全然金銭的には言うんですよ。なんでって聞いたんですよ。その時に自分の周り借りたのを全部今返してるんですよ。家製なんですよ。沖縄出身で、はいはい、大体育ったらしいんですよ。沖縄で、今 USA がちょうどいいんですよ。そしたら、どうせ売れないだろうって。だから受けた。事務所の社長が受けた。そしたらヒットしちゃったじゃないですか。感覚がちょっとおかしいんですよね、今。宮古島行った時から、なんか伊佐さんが、石垣島かな、なんかやられてるって言って、本当に沖縄を愛して、やれることだって聞きました。それで言うと、エルサイルのヒロさんもすごい美人なんですよ。何回かしか会ったことないけども、一番苦労したこのチューチュートレーン当たって、でもそれが一発や、ほぼ一発やで終わって、再デビューしたっていう頃に、たまたま当時あった六本木の A ライブ、今ほらのサウナになってて、あそこで知り合いから紹介されて、その時のことをその後も大成功して、何年経った後に、どっかの画面で、あ、俺が直接会ったじゃなくて、俺と仲いい人間が LDH のメンバーと仲いいわけで、俺の名前をチラッと出したら、あの時ご馳走になりましたって言って、やっぱりすごい苦労してる時期があるじゃないですか。あれ人生をすると元気になるっていうか、もともと性格もあるんだろうけれども、俺も刑務所行って良くなったよ。時間差で笑われて
この間京都から帰りの新幹線で本当に映画とかドラマの中で話があって、名古屋市に立ったり車内放送突然、ただいま乗客の方で体調不良の方がいらっしゃいます、医師、看護師、医療関係者の方いらっしゃいましたら15号車のデッキまでお越し願えませんでしょうか。3分ぐらいしてもう1回流れて、多分誰も行かなかったんだろうなって話を前回のサロンの食事会のところ、今の話で九州の医者とかいるじゃないですか、それみんな行かないと思う。なんでですか？リスクが高すぎる。ちゃんとした琉球もないんだ、そういうところで万が一うまくいかなかったら今はその訴訟リスクがあるんで、結局それはもうアホな訴える家のせいで自業自得だよね。国民側から言ったらね、親切心で言って訴えられたらたまったもんじゃない。救急車がだから受け入れられないのもそれみたい。昔は医師不足とか言われて、要するに夜当直の、今ね、すごいとか、当直義務でやってるけれども、救急病院でも受け入れが足りなかったりだとか、専門医がいなくて、もうしょうがないから、まあ、一応当直いるぐらいなんですけど、そこに来られて、助けられなかったりしたら、また、訴えられるリスクがあるんで、この日本も、まあ、世界中そうだけども、自分で自分の苦しめてるんだよね。しょうもない医者っているかもしれないけれども、大半の医者はね、特に勤務医は、頑張ろうと思って、そうですよね、やっぱり。皆さんお話すればいい方と、心のある開業医はね、まあこう、壮大な抗菌中中だよ。これかなり前だけど、羽田空港、仕事で札幌行って帰ってくるときに、羽田の上空で1時間ぐるぐる回られたことがあって、なんでやろうと思ったんだけど、着陸できない理由あるかなと思ったんだけど、翌日の新聞見てもらったんです。平成天皇が、だから今の上皇が、上皇がまだ金城陛下だったので、どこかから特別機で帰ってこられて、結構回されてるんだよね。それだけピンポイントでちゃんと完成すればいいのに、結構上空で1時間まで行かないけど 4,50 分あれされて、すごいイラッとしたね。海外行くじゃないですか、なんか美味しいもの食べたけど旅行するじゃないですか、帰ってきた時にやっぱり日本が一番いいなと思います。最高です。日本っていいですよね。で海外行くとなんか楽しもうと思ってても3日4日過ぎてくると、なんか日本との比較対象がこう頭に出てきて、やっぱ帰ってくると、やっぱ日本っていい国だよね。いや、むちゃくちゃいいですよ、本当に。ちょっと最近壊れてますけど、自民党が悪い。もう歌舞伎町も外国の方、外国の方悪いとは言わないですよ。ただもうめちゃくちゃ多くて、ずっとこうバスツアーみたいな感じがあってやってるんで、使ってくれるのはありがたいんだけども、なんかちょっと違うなぁとは。あとその空港とか、なんかあの辺のバスとか電車とかも、日本語が出てる表示よりも、中国語が出てる方が多いのは、ではどういうことでしょうか。ツイッターのみんなさんとかも、すごい、あなんかいいなって、日本が思ってくれるな。で、イカさん自身も別に何も、どうでもいいと思われてるんですよ。すごい高級店も行けば、その、それをその従業員の、思いやりとか手遣いがどうなのかっていうところがポイントだと思うんで、ないかまずいか値段とかも関係ないし、本当にあとはイカさんぜひその日本のいいところ、なんかその、まあ、古くて良いところとか、ね、うん、イカさんしか話せないその住職のからの話。住職出てきたって私も知り合いで伊勢神宮とか出雲大社、普通の人は入れない。いや、そのくらい行きたいですよね。伊勢神宮は普通の人は入れない、内宮の奥まで入れたり、出雲大社はなんだっけ、夕方5時までなんだけど、それ以降テント張るわけじゃないけど、そこで寝っ転がって虫の目を聞いたりとかね。あれわかりますか、座敷わらし。あ、座敷わらし。だから井川さんがそういうさ、ミステリーツアーみたいな、妖怪とか、あの原田龍さんがホテルで心霊が出たみたいなふうなのもあって結構バズってて、なんか東北の方だったじゃないですか。緑風荘って言って、今度の5月の5日に僕は、玉神先生って、副寮長の玉神先生とか、ゾリンゾン先生と俺、2年前行ってきたんですけど、しょうもないんですよ、こうやって撮ってて、あ、オーブが出た、オーブが出たってやるんですよ、ビューって、丸いの、全部、これなんですよ、これも、全部ね、僕はお話してきました、子供の神様なんで。私がいる家はずっと栄えるみたいな伝承があって、
っていうところに井川さんが行くいいじゃないですか。でそこにそのメンバーが行くって言ったら、これツアーで30人ぐらい多分行くその1人10万円とかで座敷わらしで会おうツアーっていう。座敷わらしってあれ定住が共鳴なんですよね。多くの典型的な家の建て方あたりのこの形で風がこう吹くと共鳴しちゃうって、それでなんか他の音が僕の中でしてるみたいな。それで座敷わらしがいる音のせいなの。違いますよ、ちゃんといる。それ言うなら四国なんて本当に神様の島だと思ってるんで、剣山とかいろんなそのスピリチュアルなあれがあるんで、いろんなその日本人の伝来なっていうところをメーカーさんがやっぱりあの30人またいいですね。四国ってね、あの四国って書いてある。88カ所を逆に18カ所巡りになったら、これ多分1人300万とかお遍路は回ってみたいですよね。お遍路はやりたいですね。熱海の初島あるじゃないですか、はい、初島の刺身が意外と美味しくて、漁業権が強くて、初島のどのぐらいの距離感かわかんないですけど、遊漁船もあの漁師も取れないんですよ。初島だけは食堂さんでもおばさんたちが甘さみたいのにサザエを取ってきたりとか、もう美味しくて初島はいかないだろう。楽しそうですね、はい、やりましょうやりましょう。母さん10万人やりましょう。10万人集まったら結構なちゃんとな声が届けられるし、しかもその10万人って9万9000円払える人も10万人だからこれは半端じゃない。半端が10万人じゃないから9万9000円払える人も10万人だから、それで井川さんに新しい大和国家を作ってもらって、いいですね、もう北朝鮮と韓国に俺はそれ認めてくれって話しに行くんで、新日本国家大和、あのもう総理大臣も井川さんやってもらって、そうしましょう。そうするしかない。僕思うのが、この場を楽しむっていうのはマネージしてきちゃってる人たちがなんかいるような感じで、理念とか思想とかで、すごいそのイカサロンのメンバーってみんな愛国心が多いんで、日本を感じようツアーみたいな、あとはじゃあ日本で第一産業携わってる、みんなで畑やろうみたいなツアーみたいなとか、体験型ですね。体験型、さらにそのギャラ飲みして遊ぼうみたいな風なところより、早い時間起きてなんかみんなでそういうところ行くみたいな方がなんか刺さることもあるのかなだって。日本を愛してる人がやっぱ多いじゃないですか。釣り船借りて釣りするとかね、数が少ない方からスピーダス飲む。あーそうそうそう、あーいいですね。そういうところでもちょっと飲めるね。絶対そこはその遊び心っていうか、いや本当に体験型をもう少し強化する。そうですね、体験型。富士山登るツアーとかね。ああ、辛いけどやりますわ。今なんですけど、自分はあの静岡じゃないですか。あの自分は中学校の正面大便所なんですよ。カラッと開けると、ここに富士山だから。昔ですよ、和式ですよ。なんだ、本当にもう富士山目の前。いやー最高じゃないですか。イカサロンのメンバーとそのね、富士山登って、うん、その朝日登るの見れたら、いいです、ね、あーもう涙止まんない。楽しそう。富士山いいっすね。富士山いいじゃん。そういうのいいじゃん。イカさん富士山をあの登りになられたことは？これないな。でもね、まあもう絶対じゃん。絶好の機会。小学生の足でも登れるから。あ、そうなんですか。うん、違う違う違う、これ小学生の足で登れるっていい。これの元嫁との間の子供の下の2人が受験塾で富士山登る企画があって、あ、俺はほらその時は仕事したらあんまり聞いてなくて、なんか見たらもともとなんかちょっと天然な次女なんだけども、顔がなんか昔のブロッケン伯爵みたいに、なんてことですか。いや、こっち側が半分が黒く焼けてて、どうしたんだって言ったら、早起きして富士山登って、登頂した後そこで眠くて、まあ、おしまいの時間にこうやって、かわいい、こうやって寝てたら、こっちだけ焼けてて、私もなっちゃったんですね。とにかく、井川さんを含め、みんなでさ、富士山登る感動を
いいです。俺はしんどい。俺はしんどい。俺51歳だから。別に審査厳しくないです。割と緩い。本当にあの、顔写真見て、その顔写真見て、俺が好きか嫌いかな。第一印象だけで。人物本になるね。顔しか見てないんで。顔で人物分かるっていうのは私の持論なもんで。まあね、普段お仕事柄よくね、あのそうですね、頑張ってらっしゃるんですよね。前から失礼します。お世話になります。どうぞ。ほら、ピカさんもそうですね、ミちゃんもそうですけど、魅力ですよ。会話とか、はい、醸し出す魅力ですよ。ピカさんとはね、やっぱなんかタイプ違うんだけど、波長は合うんだよね。あの人お酒ほとんど飲まないし、飲めるけど飲まない。これは想像だけど、もって、本人一回それでぶつけたことあるんだけども、もっと角度がするとも、豪快にグワーッと飲んで、ブルブルになっても、まあ、そもそも立場的にそれでも困らないけど、それでやっちゃう人と、あの、百人町の元の若い人がそうなの、井上さんってそっちのタイプなんだけども、あの人そもそも個人的にもスタイリッシュにいたいっていう、だから体型見てもそうじゃない。なんで、酒飲んで乱れてるのが見られるのが嫌なんだよな。実際、一回高速まで食事した後、ソロプレ連れてったら、2時ぐらいまでずっと飲んだ。まあ、家が近いから安心だと思ったのか。だから、見られてるとこを見られるのが嫌だから。それがその逆で、見られる方が好きだ。